つも一緒ラジオ関西です。9時になります。ヒロノスタムの走れタコ。この番組は小林明の歌真似をすれば世界でも3本の指に入るとかっこ自称かっこ笑いという私明節のヒロノスタムがいくつになっても青春やでと元気印のタコ仲間を引き連れ今宵さっそうと勢ぞろい。まずはホラー映画なら日本を代表する大スター、海外にも熱烈なファンがいるゾンビの帝王深夜の語り部俳優三部深夜、次にヒートビートレコードの上藤恭生率いる可憐な乙女の美人歌手富山かなちゃん、さらに演歌の世界のピカイチジェントルマンメロディーレコーズ山田敏和。さては小さな頃から歌好きで元気と勇気を届けたい奈良県出身星野由美ちゃん、そしていつも愉快なハッピーハッシー超万次郎に伊藤哲夫、劇団ヒポポクラテスの山本ゆかりさんに柏原神宮前、いつも控えめ仕事ください、なにわ鉄道の女社長松田雅子さん、もちろん聞いてくださっているあなたもあなたもタコ仲間。月曜の夜9時はみんなで一緒に楽しいひととき、歌って笑ってせーの走れタコ。この番組はなにわテクノ株式会社、レンゲメディカルグループ株式会社、銀河ステージ、スキシャブ亭大日店茨城店各社の提供でお送りします。走れ。苦節30年防水工事一筋、大きなビルから小さなベランダの工事まで、女社長だからできるきめ細かな仕事、社長一言仕事ください。06-6327-9992 06-6327-9992 防水工事のなにわテクノ株式会社。近畿一円どこでも行きます。何でもやります。やらせてください。社長もう一言お電話待ってます。電話したってね。レンゲメディカルグループは老人ホームのレンゲホーム、サービス付き高齢者向け住宅レンゲハイツ、医療診療所レンゲクリニックなどを通じて現代の超越した高齢化社会に鑑み、これまでの介護医療の枠を飛び出した画期的なサービスを提供いたしております。レンゲメディカルグループへのご相談はお電話で 0880-222-3781 みなハッピー0880-222-3781 みなハッピー。 3, 2, 1, 0。 ロケットによる宇宙葬から身内だけの家族葬まで、ご葬儀のことならお任せください。株式会社銀河ステージ0120-426-388 0120-426-388。もしもの時に頼りになります。ヒロノさん、スギシャブ亭バイキングの4色鍋知ってます？ミブさん、お鍋が4つに仕切ってあって4つの味が楽しめるんや。すき焼きとしゃぶしゃぶとうま辛のチリ鍋と有機豆乳は自家製のごまだれで、うわー4つの味が楽しめるやなんて、まるで盆と正月と誕生日とクリスマスが一緒に来たみたいですやん。そうや、毎日がお祭り気分でわっしょいわっしょいや。平野さん、明日連れて行ってください。任しとき。月しゃぶ亭バイキングは大阪府茨城市イオン茨城ショッピングセンター4階レストラン街、072-627-7521。ランチメニューもやってます。わっしょいわっしょい。はい、皆さんこんばんは、ヒロノサムです。かなちゃん、はい、山田さん、はい、松田社長、はい、岩田会長、はい、それから怒られんで間違うたな堀内マネージャー、はい、そして、ハッシーさん、はい、そして三部慎也さん、はい、一番最後に残した可愛い星野由美ちゃん、はい、あっという間に1ヶ月だと思った。なあ、なんやかんや言うて早いな、やっぱり月日の経つのは。いや実はね、私最近ね、あのイワシをね、イワシ好きやね、
で自分でさばいて天ぷらにすんのがもう好きで好きでね。ところが最近それが怖なってね。なんでですか？魚をこうさばくのがなんかね混乱してええんかな思ってね、うん、それをほんまに、うん、うちの姉な西宮の、はいはい、あ足利にそっくりの、うん、昔足利にそっくりやったよ、うん、今もあかんで今も年取っとるからいやいや今もね綺麗ですよ岩下島そっくりやねんけどなでその姉になそれ言うたらな、うん、その何言うてんのって言われてそれは食べるためになやるんやろって、うん、でだからいただきますって言ってるやろって命いただきますって、ね、であれ、うん、ご飯食べろいただきますやない命いただきますってちゃんと断ってやってんねんから、ね、噛めへんちって、うん、はあそうか思って、うんうん、なるほどなあ思って姉には足頭上がれへんねん、うん、もう新芸団の時代からもうピー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 言うて、うん、もういっつも小遣いな姉にしてもうとったからさ、うんうん、だからちょっと7月やしなボツボツ、うん、姉のとこ行ってお小遣いいただきます聞いてる行くよはいでは聞いてくださいときめき純子静かにこの海に染みる時心に残る若い日々思い広野さん皆さん銀河の彼方へ所で広野さん、はい、かなちゃん、はい、ゆみちゃん、はい今日はねまあ今まで宇宙の葬式宇宙に打ち上げる宇宙葬、うん、アルミに巻く海洋散骨だとか、うん、が手元に置いとくとかペンダントにするとかいう、うん、手元供養って言うんですけどねいろんなお話がありましたけども、うんまあ、その前に、まあ、亡くなったらお葬式をしますよね、うんお葬式もまあ銀河ステージはやってはいるんです、うん、どうしてもその同じグループに施設だとか、うん、介護施設とかがあってそこの方が、まあ、体調崩されて病院に行って、うん、で亡くなられたからということで相談を受けることがありますんでね、うん、葬式もやってるんです、うん、でやっぱり葬儀っていうのは、まあ、他のことと違って営業をかけるもんじゃないんですよね、うん、ぼちぼちどうですか言われてもねでやっぱりその相談される方はいるわけなんです、うん、で相談しに来られてもうお父さんが危ないんですけどももしもの時どれぐらいお金かかりますかとかねやっぱりそういうことをご存じない方が多いんで、うん、でまあこれはねいくらかかっていくらでどういうところでやらなければならないのかという決まりは
本当はありません。決まってるのは、まあ、仮装するには24時間後に仮装するとか、そういうふうな、まあ、ことだけでしてね、法律的にこんなお葬式しなければならないとか、こんな会場を使わなければならないとか、いくらいくらかけないとダメだとかいうことはありませんし、お金がなくてっていう方には、 それなりにね、例えば10万円しかない、5万円しかないっていうふうな方もいらっしゃいます。そういう時は、まあ、例えば行政から葬祭扶助というのがあって、扶助をもらうこともできますし、だから20万しかかけられないといえば、20万あれば、まあ、お通夜も葬式もね、できますし、でそんなに困ることはないんですけども、ただやっぱり相談を受け入れますといろいろそういうことをご説明するんですよね。で説明 してから連絡先とかお聞きして、もう1週間も持たないと言われた、お医者さんに言われたというふうな方から説明されて、連絡聞いて、で2週間3週間しても連絡なかったら気になりますよね。でもそこでそろそろかと思いましてと電話できないのがこの社会ですね。やっぱりね、今日明日あたりどうですかなんて言われたらやっぱりね。ですから、まあ、見込み客に営業をかけられないということなんですけど、ただ、まあ、やっぱりそういうことあってね、ただ病院から相談されることもあるんですよ。病院に身寄りのない方でこういう方がいらっしゃるんですけど、将来のことをやっぱり不安に思ってね、暮らすよりも、まあ、安心だと思う方が元気になる率が高いようなんですね。だからもうこ怖いことだとかそういうことを考えずに、そういうことはもう近くの葬儀屋さんにでもね、相談されたらいいと思います。提供は銀河ステージでした。星野由美の星のつぶやき。皆さんこんばんは、演歌歌手の星野由美です。平野さんこんばんは。はい、こんばんは。あっという間に1ヶ月も最終週。はい、そうです ね早いです ね、はい、ちょっとは慣れたでしょ。そうですね、ヒロノさんたちのおかげで、なんとか頑張ってやっていけてます。わしのおかげで別に大したことなんもあれそうか、はい。これからだから毎月またこんな感じでいろいろとね、なんか体操が、あんたの発案の体操があるって。私が発案ではないんですけども私が発案ではないんですけども、ちょっと友達にですね、教えてもらった体操がありまして、おちょ体操というのがありましてですね、まあ、足を肩幅に開いてですね、肩幅に開いて、で腰を8の字に描いて、8の字の感じですかね、はい、そうですね、はい、はい、それをですね、8回やるんです。8回やる。でその8回目の時におちょっていうのがポイントなんです。おいちょやな。おいちょ。おちょです。八や。はい、そうです。タコは八や。タコのタコの。あんたやっぱり縁があんねえでこれ。そうなんですかね。そうやで。桃栗三年、タコ八年って言ってね。有名な言葉やこれ。タコ体操ですね、これ。タコ体操。これでタコ体操にしよう。タコ体操。ほら、ウエストがこうなってダイエットができる。はい、全国の、はい、女性の皆さん、リスナーの皆さん、はい、ね、ぜひ一緒にやってください。星野由美のタコ体操、おちょ、はい、それでは聞いてください。作詞リエ、作曲江戸山口、編曲井戸のりお、冬秘伝。失う痛みや傷つくこと、今まで何度も繰り返しては本当の自分を隠してきたわ。素直に好きと言えなくて、いつもあなたを苦しめてたの。続けることに疲れたあなた、せめて最後に笑ってほしい。そして寂しい、そして冷たい、
たい雪が降る。山田敏和の風ごよみ。これからもこれからも捨てちゃいないさ風ごよみ。皆さんこんばんは、メロディーレコーズの山田敏和です。平野さん、三部さん、かなちゃん、ゆみちゃん、こんばんは。あ、やってしまった。ドクターベジタブル、はい、これからあの山田さんのことをなドクターって呼ぶようにドクベジコーナーの名前がドクベジだわ、ね、はい、今週、今月はですね、はい、コンパニオンプランツの話をしてきたんですけども、はい、今週は相性の悪い植え方の話をします。トマトなんですけども、うん、きゅうりとかニンニクとかね、うん、あの人参とかと植えるといいんですけども、うん、トマトとトウモロコシ、ジャガイモをそばに植えると相性が悪いんですね。成長が良くない。成長しない。そう。それとさっき言いましたジャガイモですね、はい、ジャガイモが、まあ、トマトもそうなんですけども、うん、きゅうりとかかぼちゃ、うん、このウリ科の植物とは良くないんです。え、トマトキュウリあかんの？ダメですね、そばに植えない方がいいです。へえ。ネギですね、キュウリのところはネギがいいですね、うん、はい、それと豆類が非常に有効って言いましたよね先週、うん、ところがね豆類とネギっていうのは相性が良くないんです。ネギもね本当は有効なんですけどね、相性が悪いんですよね。ですからあのコンパニオンプランツと相性の悪い植物と、うん、よくこう調べてからね植えた方がいいですね。なるほど、はい、結婚にも言えますね、はい、いやいや、だからこれが相性がいいかどうか、うん、ドクターベジタブルおはがきください、ね、はい、そうですね、そうやね、うん、それでは聞いてください。滝野英二作詞作曲、風ごよみ。つまずけば置いていかれる世の中に、だけど焦らず生きてゆく。苦労咲かせる風ごよみ。富山香菜の、おお、うんうん、なるほど、そうか。皆さんこんばんは、ヒートビートレコードの富山香菜です。川野さん、いつもハガキに手紙ありがとうございます。そしてですね、ラジオを聞いてくださってる方、ツイッターとかにもコメントいつも嬉しいです。本当にありがとうございます。今日もお付き合いよろしくお願いします。こちらのコーナーでは、私が日頃おー、うんうん、なるほど、そうかと感じた世界の偉人の名言、格言を紹介しています。今月は先月第5週目に放送されたラジオドラマ、大いなる西部のザ・ビッグカントリー、OK 農場の決闘の巻で登場した名言をピックアップしてお届けしています。それでは今日の言葉はこちら。可愛がられて抱きしめられた子供は世界中の愛情を感じ取ることを覚える。ドロシー・ロー・ノルト。こちらの言葉はアメリカの教育学者の著書、子供の一節。この言葉の他に、批判ばかりされた子供は非難することを覚えるや、称賛を受けた子供は評価することを覚えるなど、
親である大人と子どもの関係性により子どもは変わってくるということを説いています。私この言葉から一つ思い出したことがあるんですよね。生まれた時から丸い物体に接する機会を奪ってしまうと、その子供は丸い物体を認識できなくなってしまうらしいです。それくらい小さい頃に受ける影響により人格は形成されるということですね。それでは今日の言葉をもう一度。可愛がられ抱きしめられた子供は世界中の愛情を感じ取ることを覚える。ドロシー・ロー・ノルト。おお、うんうん、なるほど、そうか。それでは聞いてください。作詞富山香菜、作曲上藤恭生。このまま人よ過ごし不思議物語。巫舞深夜の深夜の巫舞。ギャー。2年間の彼女後編です。彼女と過ごした2年間の日々。最初は朝から晩まで一緒に過ごす楽しい毎日だった。彼女は僕の耳元でささやき、指で僕の顔に触れることが好きだ。二人の関係が変わったのは僕が体調を壊してからだった。ある日を境に急に高熱を出し、街を歩いていていきなり意識を失ったこともある。日に日に休息をする時間が長くなり、動作も緩慢になってきた。何かしら重い病気なのかもしれない。付き合い始めたところは食事の時も入浴の時もいつも一緒だった二人だが、次第に彼女は一人で食事をし、僕をベッドの上に残して一人でゲームをしたり、テレビや DVD を見たりする時間が増えていった。重病にかかっているかもしれない僕に向かい、ある土曜日の夜彼女は、明日お医者さんに行こうね、そう言ってくれた。翌朝彼女は水くろいをしてせかすように僕を連れて部屋を出た。医者に行くというのに何かウキウキした表情をしている。今日は日曜日なので緊急医に連れて行くつもりだろうかと僕は考えたが、予想に反して彼女はにぎやかなショッピングモールへと足を踏み入れた。意外にも彼女は2階にある小さな部屋へと入っていく。ここがお医者さんなんだろうか。中にいた医者らしき女性に向かい、彼女は僕の症状を説明した。女医は僕の体を細かくチェックし、そのデータをコンピューターに入力し何かを調べている。治るでしょうか、彼女が不安そうに尋ねた。元の状態に戻すことならできます。でも、女医は冷静に付け加える。一週間も経てばまた同じ症状が出てくるでしょう。なんとかならないでしょうか。かなり疲弊していますから完全な回復は難しいですね。むしろもう2年間お使いですから、機種変更されてはいかがでしょう。今ならキャンペーン中ですので新機種がお安くなっております。差し出されたカタログから選ばれた新しいスマートフォンに僕の2年間の思い出が吸い取られていった。おしまいです。巫舞深夜の深夜の巫舞、次回もお楽しみに。ひ
広野つとむ今夜のあきら節。風が呼んでる毎隣。はい、かなちゃん、はい、ゆみちゃん、はい、4週目のね私の話、はい、命いただきます最後ね、いただきます。あ、西の宮のお姉さんにね、はい、お小遣いいただきに行きます言うとるで向こう聞いて しょうがない声ねと思ってるあんね小林明の歌で、おしょうがないね武士中のぴったりじゃないですか。ぴったりやほんまにね。じゃあ私の西宮の、元足利泉、そして今は岩下島そっくりの姉に、そして全国の私のあきら節ファンの皆様にお送りいたします。しょうがないしょうがないしょうがないね、こんな時世じゃしょうがないね、それでも命のある限り生きていかなきゃしょうがないね。高田博夫作詞、首藤正剛作曲、しょうがないね武士、広野勉が歌います。花嫁衣装は自慢で、それが夢なのしょうがないね。2階の窓からアベックに花紙投げてちゃしょうがないね。あなたの写真の電柱にベタベタ貼り付け抱きついた、あの街この街日が暮れる、夜がまた来るしょうがないね。7階のスタジオから見渡す神戸ハーバーランドの夜景、ライトアップされた赤いポートタワー、中突堤に見えるホテルいっぱいにきらめくイルミネーション、メリケンハトバの水面にはキラキラと揺れて映っています。静かな神戸は海の街、聞こえてくるのは波の音、そして潮の香り。皆様方には今週も健康で素敵な7日間でありますように。ではまた来週月曜の夜9時に。お元気で。しょうがない。